皆さんこんにちは、今日は1ヶ月間楽しんできたこのハーブですね、アジアンハーブ実験、バジル育ててきましたけども、残念ながら今日で最終日です。30日間育ってきたこのバジルちゃんたちは、冷凍保存されて地上の研究者の皆さんにお届けされることになってます。まあ、1ヶ月間ね、本当に毎日この成長を見てきたので、まあ、やっぱりちょっと残念ですよね。最初はこう種しか見えなくて、本当に出てくるのかなと、芽が出るのかなと思ってたところから、こうね、もうニョキニョキ伸びてきて、もう本当に最後はこうジャングルみたいにハーブが育って、まあちゃんと育ってくれて、とっても嬉しいんですけど、で、まあ、最初から、これ食べるもんじゃなくて、研究のためにね、地上に戻すのが目的と分かってるんですけど、やっぱりこれで冷凍庫に入れちゃうとね、もう見れないので、まあ、そういう意味ではすごいこう1ヶ月間一緒に行った仲間を送り出すような、そういう気持ちになります。で、今日はね、特別に許可いただいて、この2番チャンバーね、ずっと見てた、これだけ開けて匂いを嗅いでよいという許可をもらったので、今から開けたいと思います。これ、ね、一度も開けてないのでね、どういう感じになるのか、ちょっと開きました。おー、強烈なバジルの香りが、素晴らしいね。すごい、開けた途端もこんなポンと出てきました。やっぱりこう中でギュッとね、押し付けられて、かわいそうだですね。本当にかわいい、かわいい。ということで、ナンバー2。やっぱりね、植物はね、1ヶ月間育ててて、分かったことがある。植物は水と肥料で育つんじゃない。愛情で育つんだ。ということで、1ヶ月間、愛情を注いだバジルちゃんもこれで、地上の、研究者と学生の皆さんの、お手元に届けられることを、まあ、本当にね、嬉しく思います。ということで、この後、冷凍庫がね、あるんですけど、マイナス80度に凍結できるやつ。ということで、このマイナス80度の冷凍庫に、アジアンハーブス、バジル4つちゃんと入りました。で、これはね、このまま地球に戻るまでこのマイナス80度で保管されて、地上の研究者に、今年の夏ぐらいかなにお届けできると思います。いやー、1ヶ月間世話したね、バジルちゃん、感無量ですけれども、皆さん楽しんでいただければ幸いです。それから地上の学生さん、それから研究者の皆さん、引き継いでね、素晴らしい研究してくださいね。ということで、アジアンハーブこれにて終了。Thank you very much for watching Asian Herbs in SpaceOver the last 30 days, students from Bangladesh, Indonesia, Japan, Malaysia, Nepal, Singapore, Taiwan, Thailand, UAE, Vietnam, Australia, and New Zealand. 12 countries and regions from all over Asian Pacific region participate in this wonderful project, and I hope the students.On the ground will enjoy and learn a great amount of science from this wonderful project.
Thank you very much for participation and thank you very much for watching Asian Arabs in Space.